で三笘も当然良かったですけどそこに絡む選手ですね、はい、小見も谷口も、ね、非常にいい形でこう全体がこう連動しながら、まあ、ハイスファウではキャプテンも務めました、うん、非常にヨーロッパでも、ね、活躍しましたからね。そうですね。さあ高い位置でボールを奪って武藤から大迫だ。高い位置からのプレスしっかりと仕留めました。先制ヴィッセル神戸、また大迫が取りました。そしてガッツポーズ。いや決めますね、決めますね大迫はね、はい、まあ、新潟のビルドアップのところだったんですけどもね、ここで2人でうまく挟みましたよね、はい、大迫をターンしてからのシュートっていうのも早かったですね、まあ、星ですからちょっとここで武藤と山口蛍ですかね、ここに斉藤ですかに挟まれてっていうところで、はい、まあ、ちょっともったいないというかね、まあ、松橋監督が言ってた好きっていうところだとは思うんですけどもね、はい、そして水戸を使う。さあ右には松田、そのままドリブルで水戸が持っていってシュートを狙った、枠いってました。ここが前からのセーブ。そしてまた小見のクロス、うん、谷口も飛び込んでましたけれども、ここもまた前から対応しています。回転気味の右サイドバックいいのに変わったっていうところで、うん、高さっていうところでもね、はい、谷口うまく使おうっていうのはあるかもしれないですね。さあその谷口から右サイド松田へという展開になった。松田から中、これ入っていった、うん、谷口入っていってのシュートでしたけれども、ここはナイスセーブが入ってくるのっていうのを見てましたし、谷口もねうまく合わせたっていうのはありますけども、この前から左手一本よく初瀬からのボールディフレクトして高く上がります。渡辺、このボールが佐々木の元へ。佐々木のクロス、スルーしてシュートだ。おお、なんとか防ぎました。ここは武藤スルーで大迫、ここで長い笛、シュートを多く放った新潟でしたがゴールが遠かった。結局神戸大迫の1点、その1点を守り切りました。